どうもー、けいチャンネルでございます。今日もね、サングラス、もうこれデフォルトね、デフォルト、意外とね、写真始めてから実はずっと普段歩くときもサングラスかけてますし、パソコンやってるときも実はね、僕ちょっとこれとは違うんですけど、サングラスねかけたままやってるんですね。意外と眩しいの苦手だったんですね。はい、でこのまま行こうかなと思っております。はい、今日はね、新緑の鳩ノ巣渓谷ということでね、お送りしたいと思うんですけど、まあ去年ちょうど撮影したのはね、去年の4月の29日ゴールデンウィークの最初ですよね。まあ鳩ノ巣渓谷行ってきまして、その緑のね、新緑が素晴らしく綺麗なところ、やっぱりこう落ち着きますよね、新緑あって。でそんなに人がいるかっていうと、意外と人もね少なかったんですね。少なかった、天気がまあ晴れではなかったんですね。ちょっと曇って、雨、最初雨降ってたのかなっていうような感じでございます。カメラとレンズはこちら、今回はね K3 Mark III でございます。でレンズもなんと1685というズームレンズを持ってってみます。まあ珍しく高倍率ズームなんかな、持ってるんですけど、ペンタックスのレンズでは DA の2040以外で普通持ってるのはこれだけかな、これだけかな。はい、まあそんな感じでございますか。はい、でカスタムイメージはですね、風景というのをね使っています。風景で、ちょっとカスタマイズしてるのはホワイトバランスのね、太陽光で普段撮るんですけど、まあこれフィルムの頃から撮ってるので、まあリバーサルフィルムに近いようなね発色というか、まあ影のところちょっと青っぽく、青みが入るような感じの方が好きなので、まあホワイトバランス太陽光に固定します。でさらに B の2というのはね、ちょっと補正を入れてまして、青の方にちょっと振ってる感じですから、さっき見たみたいに影の青がねちょっと出るような。で実はこの青をちょっと出しておくことによって、グリーンというのがね意外と綺麗になったりします。まあ風景もともとちょっとコントラスト強くてね、色出やすいんです、グリーンの色も出やすいんですけど、まあそんなこともしています。まあ、ペンタックスね、詳しい方はリバーサルフィルムというもっとね派手な感じ、グリーンがねしっかり濃く出るようなのもあるんですけど、まあちょっとその新緑のディティールっていうんですかね、その細かいところをね出したいなと思って、この日は風景にしております。で新緑の良さって何でしょうね、この色の違いですよね。このまあ爽やかなね、爽やかな黄緑からちょっと濃いグリーンまで、濃くはないですね、グリーンまでずっとね、こういろんなトーンがあるっていうのがまたね新緑の良さじゃないかなっていうふうに思っております。でグリーン薄い感じですから、ちょっとアンダー目にね撮ってあげても、そんなにこう濁ったりねするような感じも少ないです。まあこれホワイトバランスのコントロールとかね、風景にしてたりとかっていうのでも、まあグリーンのね濁り少ないっていうのはあります。はい、で鳩ノ巣渓谷ね何回か行ってたんですけど、まあ、この時期行ってびっくりしたのは、藤がですね自生してるんですね。結構ちょうどいい、この4月の29日ゴールデンウィーク最初くらいのタイミングだと、ちょうど藤の花が綺麗に咲いていて、そうすると木の間にこうちょっと紫色のものがね入ってたり、まあこの藤の紫出したくて、まあ、風景にしたって、まあもともとよくリバーサルのね、リバーサルフィルムってよく私も風景の時使うんですけど、まあこの藤の紫出すんだったら風景の方がね合ってるかなっていうような気もしました。でまあこういう小さいね花ね、出会いもねあったりするんで、まあ広いところだけを見てるんじゃなくて、やっぱりこう足元とかね小さいところもね見ていただけると良いかなと思います。これ名前はね後で調べました、ネットで。私花の名前全く分かりません。分かるのバラと桜ぐらいかな、あとはそうね、そんなもんだと思います。もうこれに至ってはもう名前も分からない、ネットでもねうまく調べられなかったっていう感じ。でもこういうのがねしっとり、まあ最初にも言いましたけど、ちょっとこの時ねまだ最初の方雨も降ってましたから、よりこうしっとりした感じがね撮れるっていう、まあですから雨ってこう、まあ、嫌かな、撮影行くならどうせ晴れてる日がいいっていう風にね思われるかもしれないんですけど、意外と雨とか曇天でもデジタルになってね色が出るよね。フィルムの時はやっぱりね色が出づらかったですよね。やっぱり光弱いと出づらいっていうのは、デジタルになってから本当にそこはね良くなったと思いますので、そんなところも楽しんでいただければいいかな。でまあ緑の楓なんかもね、やっぱり楓、まあ紅葉するのも綺麗なんですけど、この緑もやっぱりね新緑の頃の楓っていうのもとても美しい。はい、でこんな感じで緑に囲われてると、まあ薫風っていうね、まあこれ5月とか6月になってからの話だと思うんですけど、まあそんなのちょっと早めにね、そんなものを感じてゆったりした気分にねなれるんじゃないでしょうか。で鳩ノ巣渓谷というとね、やっぱりこの渓谷にあるこの大きな岩がゴロゴロしてるのがこう有名なんですよね。有名なんでちょっと高いところからねこう狙えたりするんですけど、まあ、そういうのを撮ってあげてもいいんじゃないかな。緑ばっかりじゃなくて、ね、そういうところも、ね、でその時はまあこれまではずっとプログラムオートズームレンズですから、絞りも変わるズームレンズでしたから、プログラムオートでずっと撮ってたんですけど、まあ、この時はシャッタースピード優先にしてあげてね、ちょっとあの水の流れを流してあげるっていう意識で、まあ、手持ちでしたから手ブレ補正も入ってるんでいいんですけど、まあ、10分の1ぐらいかな、15分の1よりは10分の1の方がいい。で8分の1の方がもっといいんですけど、8分の1はブレやすいです。やっぱりブレやすいので10分の1ぐらいが一番
コントロールねしやすいかななんていうふうに私は思っております。でその高いところからちょっと違うところ方向を見るとね、こういう感じでハトムス渓谷の感じがね、見てられます。こうちょっと建物ありますけど、なんとかロッジとかでコーヒーとかね飲めたりするところなんですけど、まあそんなのもあったりするので、まあ、ちょっと怖いですよね。怖いですね。怖い感じしますけど、高所恐怖症の方なんかはちょっとね苦手かもしれない。まあ、あまり無理をしないっていうのも大事ですね。風景の場合は、まあ、無理をしてしまうと、まあ、滑落とかね滑ってしまったりとかって怪我の元にもなりますから、できるだけ無理をしないっていうのがいいんじゃない。まあそのためにもちょっとズームレンズ使ったりしたんですよね。追い込みたいって構図とかアングルとかをね追い込みたいよって思ってしまうとやっぱり動きましたいですね。でも動ける範囲って街と比べれば限られてしまう。まあ、そんなこともあって、まあ、ズームレンズっていうのは非常にねこういう場合便利かなというふうに使いやすいかなと思っています。安全にもねつながるとは思います。なかなかね自生してますから、藤棚があってこう見せるようになってるんではなくて、木の間から藤が出てるから、それどうやったら目立たせるかなっていうのはまたこれねちょっと悩ましいところでもあるんですけど、まあそういう時はまずいろんな動いてね観察してみる。ただズームリングでズーミングするだけじゃなくて、ちょっと下がってみたらどうだろう。あの前に行くだけじゃないんですね。ちょっと下がって後ろから望遠でグッと引き寄せてあげることによって目立つこともありますから、まあそんなアングル探していただくといいかなと思います。でまあ下に降りてきたらもう一回ね下から撮ってみる。これはちょっと割にワイド系の方にねして迫力を意識して下からこう撮ってあげる。まあこういうのも気持ちいいですね、緑で。でこれちょっとね最初にまあ雨降って、この時ぐらいはもう雨止んでましたね。雨止んだら最高ですよね。雨降った後木々はすごくしっとりしてる、元気になってる。そこで空は晴れてるんじゃなくて薄曇りなんですよね。薄曇りなので、あの綺麗なしっとりした感じのね雰囲気ね、撮れてよかったなと思いました。でこれあのまあもっとね曲行くといろいろねあるんですけど、まあ最後ねあの吊り橋の上から撮って帰りました。で行きにもこの吊り橋ね当然渡るんですけど、行きはあんまり撮る気なかったね。行きはやっぱりグリーンを撮りたいかなって撮って、で帰りに撮ったのがこの1枚になります。吊り橋ですから結構ね揺れますから、揺れますから、揺れが収まってから撮ってあげる。やっぱりそこのちょっとね落ち着きを持ってすぐわ見つけた撮るっていうんじゃなくて、ちょっと揺れが落ち着いてから撮って、そんなこともしていただいて、やはり風景ですからね、まずしっかり観察するっていうのが大事じゃないかなと思います。最後まとめになります。まあ私街角写真家なんていうふうにやってるんですけど、まあこの森にねネイチャー撮ったりする場合なんかも森角なんていうふうに呼んでね、三脚は持たないで行くんですね。三脚持たないで行ってレンズもフルセット持っていくんではなくて、この時もこのレンズだけ、まあ高倍率ですからね、広角からちょっと中望遠ぐらいまで、ね、中望遠望遠ぐらいまでは行けるんですけど、行けるんですけど、まあ、森林浴を楽しみながらですね、森林浴を楽しみながらのんびりと観察しながら自分の気になるところを撮ってみる。そんなことをねまた楽しんでいただけるといいかな。ですからもうねみんなでガシャガシャしてね、このタイミングここで待たなきゃいけないんだとか、そういうね三脚の場所取りとかそういうのではなくてですね、のんびりとしていただけるのがいいかなと思っております。ではまた皆さんとお会いしたいと思います。